はい、久保です。今日は、需要予測について、ちょっとお話ししていこうと思うんですけど、需要予測っていうのを、サプライチェーンの中で考えた時の図がこちらになります。で、サプライチェーンっていうのは、意思決定レベルによって、分類するっていうのはとても大事で、通常は、長期レベル、ストラテジックレベル、中期レベル、タクティカルレベル、短期レベル、オペレーショナルレベルっていう、3段階ぐらいに分けてで考えるんですけど、実は、予測っていうのは、全部に対して使われる。長期の予測もあれば中期の予測もあって、短期の予測もある。で、時間的に見ると長期だったりすると、数年から、10年ぐらい先までを予測する。これはなかなか、いかに AI 使おうが、10年先なんてよくわからない。というので、エキスパートが考えて、要は専門家が大体こんなもんだろうっていうので、しかも、長期になればなるほど、不確実性が増すので、ばらつきが大きい。だからいろんなシナリオを作って、こうなったらどうしようっていうのをね、考えたい、その不確実性を、しょうがない。受け入れてモデル化する。例えば、ロジスティック、ネットワーク設計とかね、そういうのをやるときは長期レベルの意思決定なので、10年後の需要量なんていうのを入れる必要があるんですけど、いろんなケースを考えてやるっていうので、ばらつきまでやってみましょうというんで、シナリオを作るっていう方に特化した方がいいかと思っています。で、中期だったりすると数週間先から、長くて1年、数ヶ月先ぐらいまでの需要予測をする必要があるんですけど、これにはやっぱちゃんとした、いろんな手法を使ってある程度過去のデータから先を当てると、でばらつきも当てるなんていうのが必要になって、例えば、ドットサイズの最適化とかね、在庫の最適化、在庫の場合ばらつきもいるんですね。どのぐらいばらつくだろうっていうのも入れる、で短期っていうと、日単位とか週単位とか、時間単位でも、時間はあんま使わないかな、予測する必要があるんですけど、その時に生産のそのスケジューリングをやったりする時に、数週間先の需要はどうなってるでしょうとか、どのぐらい注文くずでしょうとか、シフトの配置なんてやったりする時は時間単位でやる必要があって、この時間には何人ぐらい人が来るだろうとか、何人ぐらい人を配置したらいいだろうとか、というので、予測はこの意思決定レベルによっていろいろ手法が違うんですけど、基本にあるのはやはり過去のデータをちゃんと取ってきて、そのデータを用いて一番いい予測手法を使うというところが大事になってくると思われます。で、手法はいろいろあるんですけど、需要予測とはってあるんですけど、他のいろんな在庫とか、ネットワーク設計、生産、サプライチェーンのいろいろなその計画を立てるための一番その基礎になる。こっちが外れてたら、いかにこのいい生産計画を立てるツールがあろうと、予測が外れてたら役に立たないので、一番大事なところなわけです。で、古典的な手法、後で軽く紹介しますけど、指数平滑法とか、そのバリエーションなんていうのが、もう70年ぐらい前からいろんな手法が提案されてます。古典的には移動平均法、株屋の世界では未だにこの辺から脱却できてないと思うんだけど、あと回帰分析、抜けてるけど、もっと最近の機械学習のディープラーニングとかベイゼス理論とかっていうのが、それは古典じゃないっていうことかな。いろんな手法が提案されています。で、実際には単なるこういう、古典モデルはそうですね、この辺までは、時系列予測、時系列データだから過去の需要だけを使った予測なんですけど、最近ではいろいろなそのイベントの情報ですね、不可欠になってきて、いわゆる副次的なデータを真面目に集めてきて、影響ありそうなものは、突っ込んで、ディープラーニングとか機械学習とかでやりましょうっていうのが主流になりつつあると思います。ただ時系列の方にもいろいろなその周期の波動がある、ね、週次月次年次、去年の今頃どうだったかなっていうのは人が考えて予測をするので、そういうのの考慮も必要になってくる。季節変動なんても入れてイベントも入れられるような予測手法じゃないと、やはり現実的にはあまり当たらないわけです。他にはロストセールスの考慮、これ何かっていうと、
例えば在庫がなかったりすると当然売れない、だから需要ゼロになってる。でもそこを当てるにはそこに在庫がなかったよって必要もあるし、あと注文してもそんなにいっぱい作れませんよっていうので物が来なかったりする。で そういうのもいろんなその外部のことも絡んでくるので、予測だけをやってもダメで、うん、で予測こういうイベント、他のイベント、在庫の残り量とかも入れたあの予測手法が必要になってくるということを書いてあります。で、需要予測についてですね、最初に書いてあるのが、需要予測そのものが目的ではないということですね。予測が当たった外れだなんていうのは二の次で、その予測を用いてどういう意思決定をするのかっていうのが大事になってくる。よくメーカーとかだと予測をするためだけの部なんていうのがあって、今あるのかな、昔のメーカーにはあったと思うんですけど、当たった外れたって喜んでるなんていうのはあまり良くないんですね。当てることが目的じゃなくて、どういう流度でどういう誤差管理をして、で、それをどうやって使うかっていうのが実は大事なわけです。で、あと予測にはその次元というのが、いろんな分類基準というか、製品レベルの次元、機の次元、計画期間の次元、地点の次元、それはそれぞれそのどこで使うか、この場合小売店と卸のメーカー、サプライチェーンの最下流にあるのか中間にあるのか上流にあるのかによって、その見方ですね、そのいわゆる流度、グラニュアリティを変える必要があるということが整理されていて、例えば小売店だ と、予測するのはどういう単位かっていう と、製品はSKU、ストックキーピングユニット、在庫保管単位レベルで予測しないと、それは当然その在庫の補充とかをするわけだから、ね、まずいと。で、卸だったりすると、その一個一個 その SKU ではなくて、卸して取り扱う、製品ファミリーっていうんですけど、ファミリーぐらいの、その集約したレベルで予測をすればいい。で、あとで言いますけど、データというのは集約すればするほど当たるようになる。ばらつきが減るっていう、法則があるので、なるべく固めてやった方がいい。一個一個やったりすると多分、非常に大変になるので、卸だとまとめる。メーカーだともっと、ガチャッと、ファミリーもっと合わせたものをカテゴリーっていうんですけど、製品カテゴリー別に予測をする。で、木ですね。どのぐらいの頻度で予測をするのかっていうと、これ当然小売店だと補充の頻度なので、洗い場合でも周囲レベルで予測をする。できれば日単位で予測をしたい。卸になると、発注頻度。これケースバイケースだと思うんですけど、3ヶ月ぐらい。メーカーだと製造の頻度なので、もっと大きくなると。で、計画期間。いわゆるプランニングホライズン。で、どこまで予測する、最近まで予測するか。で、小売店の場合は季節変動をちゃんと入れる必要があるので、数週間前には予測しておく必要があると。卸だと1年先ぐらいまで、メーカーだと年以上の単位で、製造設備を増強しようとかね、そういう時に使ったりするから、もっと先まで予測する必要があるわけです。で、小売店だと当然店舗レベルで予測をする。この店舗でこの製品がどのぐらい売れるのかで予測する。卸だと地域レベル、メーカーだと、グローバルな会社だったりすると国レベルで予測をするなんていうふうにして、こういう次元という概念があるので、それぞれどのぐらいの流度で予測をすべきかっていうのはちゃんと、あまり細かすぎてもいけないし、あまり荒すぎてもいけない、それはケースバイケースだというお話です。で、予測の種類ですね、非常にざくっと分けると、エキスパートの意見、みんなの意見をまとめてメール、封筒の裏の予測っていうんですけど、昔からの経験とかによる予測。で、因果モデルによる予測っていうのは、いわゆる回帰分析、機械学習とか深層学習を使って回帰をする。もしくはベイズ推論ですね、確率的プログラミングを使って予測をする。というのと、時系列モデルですね、古典的な手法に大きく分けられるわけです。で、具体的に何をするのっていうと、過去の、需要の観察し、実現値とか、D1、最初の期から DT、T っていうのは今ですね、今現在 T という、時刻にいると思ってください。それに、付加的な情報 A、っていうのがあって、で、その先どのぐらい予測するのかっていう Tau っていうのを与えると、何らかの、モデルがあるんですね。
時系列モデルか因果モデルがあって、それによって今の木 T から見て T プラスタウの木には、どのぐらいの需要なら需要があるでしょうっていうのを、まあ、あの追加的な情報の条件付き確率で当てるというのが、まあ、あの予測の、まあ、概念的な説明です。で具体的に、まあ、あの手法で分けると時系列モデルというのと、まあ、あの因果モデル回帰モデルというのがあるという話をしたの で時系列モデルのフレームワークで見ると、基本的には過去のデータ、があると。で、これは T 入ってないんですけど、まあ、入れてもいいんですけど、昨日ですね、だからその前の木 T-1 から一番最初の木までの需要があったときに、今の木の予測値です。これハットって言うんですけど、今の木の予測を当てる。まあ、フレームワークとしては、今日までの YT までが分かった上で、その先を当てるっていうのが、まあ、この後でもそういう技法を使ってると思うんですけど、まあ、タイミングはいろいろある。タイミングはいろいろあるので、基本的には過去のデータがあったときに未来を当てる、うん。というのが予測モデル、時系列モデルです。で、その回帰モデルの方、その因果モデルの方のフレームワークだと、ちょっと違って、たくさん、その、いわゆる訓練用のデータですね。この X というのをあったときに Y を当てたい。その関係はあるモデルによって与えられている。モデルはまあいろいろある。だけど、その一番うまく合うように、そのモデル内のパラメータシータっていうのを、推定する、調整するというのがこの回帰モデルのフレームワークで、 X の方が独立変数とか説明変数とか特徴ベクトルとか言われて、 G というのを与えたモデル、例えば線形回帰だったら線形の回帰関係があるでしょ。シータっていうのは例えばその線形モデルの傾き、一番うまく当たるように、 X と Y の関係がいっぱいあった時に一番うまく当たるようにその傾きを決める、うん、というのが、この回帰モデルでの、まあ、予測のフレームワークになります。で、予測の基本原理っていうのがあって、まあ、あの予測はさっき言ったように予測は予測のためならず、予測だけを目的としてやっちゃいけない、うん、本来の目的は何か、例えば例ですけど、需要予測するときに簡潔な需要があったら、簡潔需要っていうのはいわゆるドットまとめをするためにずっとゼロで、たまにボンとこう来る、たまにずっとゼロでたまにボンと来る、でこういうのを簡潔需要って言います。でこの簡潔需要、いつどのぐらいの量が来るのかっていうのを当てようとするっていうのは、まあそれなりに大事なんでしょうが、例えば在庫管理をするためには、これが発注量なんだけど、実は日々に慣らした1機あたりの、だからこれたくさん来るっていうのはいっぱいまとめた方が、例えばトラックの発注費の固定費用が安くなるとか、実際この使ってる最終需要というのはこう慣らした量できてるはずなんですね。だから在庫管理をするためだったら、慣らしたこの、平均の、まあ、平均とそのばらつきですね、ここまた多少変動してるでしょうから、それを推定するっていうのが重要になっていて、このタイミングを当てましょうなんて躍起になる必要はないわけです。で、次が基本原理の1で、予測は外れるもの、だからいつも当たってますっていうのは大体嘘なんですね。当たった時だけその予測をするって目的でやってる人は担当者がいるわけだから、当たった時は非常に大きな声で当たったっていう、競馬屋と同じで、あと株屋と同じで、そう、まあ外れは当たり前です。どのぐらい外れてるかっていう過去の外れ具合っていうのをちゃんと管理して取っておいて、その誤差がどんどん増えてるようだったら何か影響があるはずだから、何か対処法を打つと、そういうふうにして管理するっていうことが大事なわけです。で、次が、集約すればするほど、精度、精度もいろんな定義があるんですけど、が上がると。だから複数の地点の需要を集約するとより当てやすくなる。あと当然期間ですね、例えば1日とか1分単位の需要なんていうのは分からない、当てづらい。だけど、来年1年間とか1ヶ月単位に集約したりすると、当然精度は上がってくる、ばらつきが減ると。次の、基本原理が、目先の需要は当たりやすく、遠い未来の需要は予測しにくい、うん、で、まあ、すぐ目先ですね、明日の需要なんていうのは、まあ、それほど
難しくはないんだけど、10年後の、まあ、例えばこのカップラーメンがどんだけ売れるかっていうのは、まあ、誰も予測がしづらい。もしかすると、もう売ってないかもしれない。うん、で、まあ、そういうのを当てるっていうのは、だから遠い未来に行くに従ってばらつきは増えるというふうに、捉える必要があるわけです。で、当然その分布が、分布っていうのはその、確率変数が日ごとに、例えば日ごとに独立な場合にはばらつきの度合いっていうのは集約すればするほど、まあこれと一緒なんですけど、期間の集約になっていて、独立な場合には、まあ、あのこういうふうにだんだんばらつき具合は寝てくるので線形に増えていくわけではないよということが、まあ、書いてあります。で次が、予測の、評価尺度。さっき精度って話をしましたけど、精度っていうのはあの分類モデルに対して使う用語で、普通は回帰モデル、あの実数値を当てる、数値を当てる時には、まあ、いろんな尺度があるんですけど、普通はこういうのを使いますという話です。で、まあ、この記号は後でその、まあ、システムを、実際に作ったので、その、表示するときにこれを表示しているので、まあ、英語で書いてあるんですけど、MSE っていうのは Mean Squared Error のことです。平均時乗誤差。まあ、普通はこれです。これなんだけど、時乗してるんで、時乗っていうのは、まあ、こういう、ぴったし当たると0なんだけど、外れるとだんだん増えていく。っていうので、外れ値がある。ものすごく、まあ、間違えた値があったりするとそっちに引っ張られちゃうという弱点があります。で普通はこの時乗をするとあの普通の単位が時乗になっちゃうので良くないので、その平方根を取ったもの、ルーテッドミンスクエアドエラーというのを使ってます。まあ、これが割と標準的な、まあ、あのいわゆる誤差の尺度になります。で、R スクエアというのは決定係数と言われているもの で、まあ、あのいわゆる平均で予測する、だから、まあ、一番単純な予測法をゼロとしたときに、ちょうどその一番いいときが1になるようにスケーリングしたものがこの R スクエアで、まあ、あのよく使われるものです。で、まあ、回帰モデルの場合はあの、まあ、当然0以下になってしまう場合もマイナスの場合もあるんですけど、まあ、あのマイナスだった場合はその予測手法は当てにならないという尺度になるので、割とあの正規化された値としてはよく使われるもので、決定係数がいいものっていうのを選んでくるっていうのが普通は常套手段になっています。で、平均絶対誤差、MAE っていうのは絶対誤差だから、さっきこれ2乗で上がってしまうとこういう、外れ値に引っ張りやすいっていうので、ここ線形にしちゃえと。ただしマイナスとプラスは、まあ、相殺してまずいので絶対値を取りましょうっていうのがこれです。で、この数値がすごいちっちゃいものと大きいものがたくさん入ったりすると大きい方ばっかしに引っ張られちゃうので、対数を取るなんていう方法があって、ミンスクエアードロガリズミックエラーっていうのがあります。うん、で、まああの何ていうのかな、ちっちゃいのと大きいのがあったんだけど、ちっちゃい方も大事だよっていう予測をしたいときはこれを尺度にした方がいいと。で、あとたまに使われる、MAPE っていうね、平均絶対パーセント誤差ってあります。パーセントだから数値で割っちゃうんですね。だから大きいのとちっちゃいのがあったりすると、外れて Y っていうと何ていうのかな、例えば店舗によって売れてる量が全然需要が違うと。でこのお店の平均時乗誤差とか RMSE がいくつですよと言っても、売れてる量が違ったりするとそれは相対的な何ていうのかな、評価がしづらい、ね、どっちの店舗の方が予測をちゃんと当たってるのなんていうのが分かりづらいというので、その需要で割ってしまおうというのがこの MAPE です。で、当然ゼロのデータ、売れない日があったりすると、ゼロで割れないので、エラーっていうか、使い物にならない。まあ、ちょっとだけ加えればいいんでしょうけど、あまり良くない。うん。だから、割とその数値が大きくて安定しているときに使うべきで、あとは、割ってしまっているので、その下にずれるときの誤差っていうのは、最大でそのマイナス 100% なんですね。だけど、上の方で外れるのはいくらでも、っていうその誤差の非対称性があるので、ちょっと注意した方が、いわゆるその本当の値よりもちっちゃめの予測あのの方が良くなってしまったりするっていうので、ちょっと使い方は難しいんですけど、相対性を出すためにっていう手もあります。で、まあ今日は時間的にちょっとたくさん長くなってしまうので、この辺で止めて、また続きはそのうち取ろうと思います。ではまた。